災発生時、訓練を受けた九州地方整備局職員が出動し、ドローンによる被災調査を行っています。防災ヘリでは把握が困難な箇所や、立ち入りが困難な現場での調査に効果を発揮しています。ドローン班は、九州地方整備局内の資格試験に合格したもので構成されています。資格には、C クラスの操縦者、B クラスのインストラクター、A クラスのマイスター及び他校、S クラスのトップガンがあります。トップガンは、マイスター及び他校、同等の資格を持ち、かつ10時間以上の飛行経験が必要な最上位クラスです。九州地方整備局内に16名存在します。ドローン班が使用する機材です。災害に備え、定期的に訓練を行っています。実際の訓練の様子をご覧ください。離着陸時は機体が不安定になりやすいため、一気に上昇します。操縦者がドローンの操作。操縦補助者が双眼鏡やタブレットで周囲の状況を確認し、操縦者を補助。タイムキーパーがストップウォッチ等を用いて、飛行時間やバッテリーの残量を管理します。撮影対象までは全速力で移動します。崩落箇所等の撮影対象を中心に、旋回飛行します。旋回速度が上がりすぎないように、一定の円を描くテクニックが必要です。操縦を補助するタコは、機体の異常が出ていないか、飛行高度、方位は適切か確認しつつ、安全で無駄のない飛行ルートとなるよう、操縦者に情報を提供します。着陸は、周囲の安全を確認しつつ、スムーズに行います。カメラ操作もタコの重要な作業です。操縦者と連携しながら、カメラアングルなど調整します。災害現場への派遣経験があり、飛行経験が豊富な職員が、飛行経験の少ない職員を指導する形で訓練しています。右旋回15度。右に旋回15度。もうちょい。はい、止めて。斜面への近接撮影です。最も困難な操作の一つです。操縦者の距離感、操作感覚、タコの機体状態の把握能力と的確な指示が重要になります。災害現場には、平坦な着陸ポイントがなかったり、強風が吹くなど通常の着陸が不可能な場合が想定されるため、ハンドタッチの訓練も行います。九州地方整備局は、ドローン操縦者の育成を行うトップランナー、自称、です。技術を磨き、災害に備えてまいります。